ちは、こんばんは。ねむねむボーイのひなりです。たくみです。はい、今日はですね、はい、前回めちゃくちゃ反響があった1週間コーデをやりたいと思います。というか今回は AW バージョンってことですね。そういうことです。今回はデートに着ていきたいプチプラ1週間コーデです、うん、ということで彼に惚れ直されちゃうようなデートコーデを、またまたフィフスというプチプラブランドを主に使って、前回と同様ですね、はい、1週間コーデを組んでいきたいと思います。で今回は僕も前回同様7コーデ全てを見た後に、はいはいはい、お気に入りの1コーデというかおすすめしたい1コーデを選ぶ審査員的な役割をお願いします。審査員です。お願いいたします。え、今回ちゃんと順位決めといてください。まあまあ、前回の見てる方多分みんな、いや、まあ、それはもう匠大丈夫かってなってます。え、もう決まってんの？それダメだよ。それなんかダメじゃない？そして、はい、概要欄にクーポンなどの詳細を記載してありますので、気になったコーデがありましたらぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ぜひチェックしてください。ということでいきましょうか。レッツゴー。1コーデ目はゆるかじカフェ巡りコーデ、フィフスのカノカーミニット、イージーリブパンツ、インナーレスバックオープンキャミソール、プリーツショルダーバッグです。リブパンツって履き心地よくてめちゃくちゃ楽ちんなんですよね。頑張りすぎてない感もあるし、私は隠れて楽したい時によく履いてます。そして今回の推しアイテム、カノカーミニットはとにかく色が可愛いんです。今年はニットカーディガンとか羽織物が流行ってるんですけど、スタイルもよく見えるし、とっても万能でおすすめです。特にこの絶妙なピスタチオカラーが秋冬にかけて増えてくるベージュブラウンのお洋服と相性が良くて、ヘビロテ間違いなしのアイテムになってます。このイージーリブパンツのさりげないラフさとカノカミニットのゆるさが統一されててすごく可愛いです。全体的に色味が淡い分、ブラウンのプリーツショルダーバッグがいいアクセントになっていて、大人っぽいバランスの取れたコーデだなと感じました。インナーをロンティーに変えることでゆるさが増して、また可愛いコーデになるかなと思います。2コーデ目は大人っぽ美術館コーデ、フィフスのボリュームスリーブドッキングニット、カットオフスリムストレートダメージデニムです。デニムって少しラフになりすぎてしまうのでデートに着ていくの難しいかなと思うんですけど、こちらのトップスのドッキングニットがモノトーンでハイネックになっているので、ボトムスにデニムを合わせてもトータルで綺麗めコーデに見えますよね。このトップス本当に万能だなって思ったんですけど、ニットとシャツがドッキングになっているので着るのも楽ちんだし、裾が少し長めなのでボトムスにタイトめのものを合わせても気になる腰回りやお尻のラインをごまかして着ることができます。正直左にデニムのイメージがあんまりないんだけど、うん、すごい似合ってるなと思いました。タップスの袖の広がりとか女の子っぽいデザインもありつつ、モノトーンなことで可愛らしさがいい意味で目立ってなくて完璧なコーデな気がしました。そこにスカートじゃなくてデニムを合わせてるのでさらに大人っぽく見えてちょっとドキッとした。3コーデ目は雑貨屋巡りコーデ、フィフスのグラフィックプリントスリーブ T シャツ、シャイニーロングプリーツスカートです。はい、出ました、ロン T コーデ。一昨年あたりからじわじわと人気を集めていますよね。特に薄くて淡いくすみカラーの T シャツは今年のトレンドで、ボトムス次第でカジュアルからガーリーまでどんな雰囲気にも持っていける最強アイテムとなっております。今回はボトムスに光沢のあるプリーツスカートを合わせることで女性らしさをプラスしています。グレーシルバーのプリーツスカートは少し派手にも見えるんですが、意外と使いやすくて、特に秋冬は暗い色のアイテムが増えるので光沢のあるスカートがあると一気に印象が明るくなります。私の大好きフィフスのイレギュラーネック長袖ニットと合わせてもこんな感じで落ち着きのある印象になります。寒くなってくると露出を控えたロングスカートやパンツスタイルが増えてくると思うので、これくらいの露出はありかなと思います。特にフィフスのイレギュラーニットは体のラインに綺麗にフィットしてくれるので、アウターを着た時にもニットが浮かないのが私的好きポイントです。こちらのアウターはフィフスのバックチェックプリーツロングトレンチコートです。サイドにプリーツが施されていることで動くたびに綺麗に揺れる女性らしいアイテムとなっております。いや、このロンティーマジで可愛い。一目見た時からこの絶妙なくすみカラーとプリントの雰囲気がタイプすぎますね。本当にプリーツスカートは光沢があるのでコーデにツヤっぽさを出してくれるし、どちらも春まで使えるアイテムですごくいいなと思いました。そして前回のイレギュラーネックゴブソレニットに引き続きイレギュラーネック長袖ニット、このまま互換良くてめっちゃ痛くなる。このニットは今年流行の変形トップスで、モカの絶妙な色味が比較的どんなボトムスやパンツでも合わせやすそうだよね。4コーデ目、銀座でディナーデートコーデ、
フィフスのソフトタッチキャミワンピニットアップ、インナーレスバックオープンキャミソールです。とにかくくすみブルーのお色が可愛いこちらのセットアップ、着てるだけでめちゃくちゃおしゃれに見えません？普段ノースリーブとか露出の激しいものってあんまり着ないんですが、こちらはカーディガンがセットになっているのでしっかり露出を抑えることができます。動くと中のキャミワンピがちらっと見えるのも女性らしさが出て可愛いですよね。カーディガンは羽織として他のコーデにも活用できるので、秋から冬にかけてたくさん活用できるアイテムとなっております。インナーのキャミソールは背中がしっかりと開いたカップ付きのオープンキャミソールです。特に最近背中が大きく開いたデザインのアイテムが増えてきているので、1枚持っておくとインナーを気にすることなくお洋服が着られてとっても便利です。めちゃくちゃいい色だね。ブルーの繊細な色と過ごしやすそうな生地感がすごい高級感があっていいなと思いました。しかもこのアイテムは上下のセットアップじゃなくてワンピースとカーディガンに分かれてるので、他とは少し違うセットアップだなと思いました。そうだね。程よい露出感もデートにはぴったりだなと思います。5コーデ目、上品かわいい映画館コーデ、フィフスのハイネック太リブニット単色花柄フレアスカートです。私ハイネックのニット大好きなんですよ。可愛いよね。どんなボトムスにも合うし上品に見せてくれるので、いつもコーデを組むのに悩んでいる方は1枚持っておくのをおすすめします。そんな万能なニットがこの値段で買えるフィフス、本当にすごくないですか？今回はそんなニットに花柄のスカートを合わせてみました。このスカートも形がとっても優秀なんです。骨格ウェーブの私にはすごく合ってるアイテムで、腰の下からスカートが広がっていくことでお尻や骨盤が目立たず着痩せ効果があります。丈感も上品で女性らしい雰囲気を出してくれるので、まさにデートうってつけのアイテムだと思いました。いや、フィフスの全てのアイテム言えることなんだけど、フィフスのコスパは本当におかしい。もちろん褒め言葉なんですけどね、光沢感のあるフレアスカートとシンプルなハイネックニットはどちらも着回しやすそうなアイテムだし、ニットの袖や裾がちゃんとリブになっているので、より形を綺麗に見せてくれるかなと思いました。こういう定番のコーデはデートって感じがしていいよね。うん。6コーデ目、1日ショッピングコーデ、フィフスのウエストリボンコーデュロイフレアスカートとトップスはユニクロです。ブラウスとフレアスカートを合わせて少し女性らしいコーデにしてみました。気分はいいとこのお嬢さんです。コーデュロイのスカートがボリュームがあって可愛かったので、トップスは少し控えめのブラウスにしてみました。丈もボリュームも申し分ないスカートなので、トップスはスカートにインできるようなタイトめのニットやシャツ、ブラウスに相性抜群だと思います。またシャツオーバーにしてベルトマークで合わせるのも個人的には推しのコーデです。また柄物とも相性がいいので、どんなトップスにも合わせられる優秀スカートなんじゃないかなと思います。この若干古着感のあるコーデュロイのスカートがね、とてもいいです。今回のコーデみたいにホワイトのトップスを合わせるとネイビーがより映えるし、形も長さもちょうどいいよね。コーデュロイは秋に大活躍するけど、あえてパンツじゃなくてスカートにすると女性っぽさも増してすごい可愛いなと思いました。うん。7コーデ目、男女受け最強コーデ、フィフスの V ネックシフォンドッキングニットワンピースです。これ見た瞬間に一目惚れしちゃったんですが、ゆるかわニットワンピって最強じゃないですか。最強。ニットワンピってデザインが可愛すぎるものが多くてぶりっ子に見えてしまったり子供っぽくなってしまうんですけど、このニットワンピは丈もしっかりあって形も落ち着いているのに、裾にシフォンのレースがついていることによって女性らしさがあるんです。この控えめな可愛さが狙いすぎてなくていいなと思いました。一見シンプルに見えるんだけど、襟元が V になっていたり裾にレースがついていたり可愛らしさも感じました。あとホワイトじゃなくてブラックにすることで、ちょっといいお店に行くときとか記念日のデートとかいろいろな場面で使えそうだよね。うん。はい、ということで以上7コーデをご紹介いたしました。はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。ということで、はい、今回はこの中からたくみくんにお気に入りの1着をですね選んでいただくということで、任せて。ね、これ毎回ね悩むのよ。え、嘘でしょ。だってさ、もうさっき序盤にもうこれ戻ってるよ今絶対。今回ちゃんと順位決めといてください。もう決まってます。え、もう決まってんの？それダメだよ。もうなんかもう決まってるよみたいな感じだったじゃん。違う悩むは悩むでしょ。ちょっと一回整理させて。やるやん整理の時間。ちょっと一回だけ。決まりましたか。なんとか。悩んで、うん、一応決まりました。はい、ということで僕が今回紹介した7コーデの中で一番好きだったコーデはドラムロール。
キュー。1コーデ目のゆるかじカフェ巡りコーデでーす。あー、なるほど。これはね、もうね、1着目見た時からこれかなって自分の中ではもうなんとなく思ってた。それぐらい可愛かった。なるほどね。もちろんひなりっぽい色味とか生地感ではあるんだけど、普段あんまりイメージがないこの子のミニットカーディガンがね、めちゃくちゃ可愛かった。まあこれなんですけど、これですね。めちゃくちゃ可愛かった。私もね、結構これ気に入って。可愛いよね、うん、やっぱり秋冬はアイテムがね多くなりがちじゃん。だけどその統一感とかワンポイントの調節がすごくこのコーデが良くて、僕はめちゃくちゃ気に入りました。そして何よりこいつが可愛い、また言うけどめっちゃ可愛い。これ動画で見るよりめちゃくちゃ可愛いです。そうね、私も見て可愛いって思ったもん。はい、ということで今回は、はい、デートに着ていきたいプチプラ1週間コーデをご紹介いたしました。いかがでしたか？さすがフィフスっていう感じのラインナップだった。おー、コスパがいいのはね、前回同様言うまでもないんだけど、まあ、素材感とかその見た目の部分に安っぽさが感じられないのは本当にすごいと思う。素直に多分ね、左のコーデを見ててみんな参考になったと思うし、僕個人的にもすごい勉強になって面白かった。わ、良かったです。それはありがとうございます。いえ、こちらこそ。いや、なんかね、もう本当に全部可愛かった。ピフスの上品って上品なものからカジュアルなものまでいろんなねアイテムがあるから、そうだね、 TPO に合わせてコーデを組めるっていうのはすごい魅力的だなって思いました。そして今回紹介したピフスさんは、はい、オンラインのファッションブランドなので、今回着用した商品は全てコーデごとに概要欄に記載してありますので、うん、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで、はい、ピフスの AW 商品可愛すぎだろと思った方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。